ーに弾かれます。後半9分、堂安今度は直接狙いました。得意の左足で振り抜きましたが、ここもゴールを奪えません。日本はその後も攻め続けましたが、得点を奪えず引き分け。予選突破は次の第3戦に持ち越しです。全然決勝トーナメントに行けるチャンスはあるので、第3戦に向けてしっかり準備したいと思います。左足で振り抜きましたが、ここもゴールを奪えません。日本はその後も攻め続けます。後半9分、堂安今度は直接狙いました。得意の左パス、出場しました。初戦は3対0で快勝した日本、イランとの第2戦に勝てば、味方に合わせましたが惜しくもクロスバーに弾かれます。予選リーグ突破が決まります。開始5分のフリーキック、蹴るのは18歳の堂安。